今回ですね、まあ以前にも言ったんですけども、ファブルが漫画大賞一般の部でまあ受賞したじゃないですか、大賞の方ね。まあもう知ってる人も多いと思うんですけども、こちらのヤンマガの方で、講談社漫画賞の発表が、デカデカと載ってるんですよ。マジでね。だから一般の部はファブルやったんですけどね。まあだから他のノミネート作品とかも実はね書いてありまして、まあ一般の部今言っちゃったから言いますけど、グランプルと、ザ・ファブルと、デミちゃんは語りたいと、東京タラレバ娘、オタクには恋は難しいというふうになっております。一般の部門、これね、僕、ファブル以外、まあ、タラレバ娘は多分全部読んだことあるんですけど、あとはちょっと知らなかったからね。でも、なんか、やっぱファブルがね、取ったってことでね。いやー、やっぱさすがやな っていう一言で まあ、つきますね、これはね。グランプルもね、ちょっとね、気になってはいたんですよね。読みてえなと思ってね。まあ、ちょっとジャケ買い的な風になるかなと思うんですけど、あ、こういう感じかと思ってね、あれ見た時に。ちょっとね、あれはね、ちょっと気になってますね、グランプルはね。で、まあ、あとはね、少年部門と少女部門とありまして、少女部門のノミネート作品が、思い思われ、フリーフラレ、出口ゼロ、あとは、春待つ僕ら、で、あと、P と JK という風になっております。の中で、少女部門大賞にの、輝いたのはですね、P と JK でございます。これ確かね、映画化したっすよね。確か、誰だったかな。ちょっとそれわかんねえけど、まあ一応別冊フレンドの方でね、詳細っていうか、まあ連載になってる、してるんすけど、いやー、ちょっとね、僕少女部門っていうか、少女漫画がもう一番の苦手なジャンルっていうか、ね、もう全く知らないですけどね。まあ、タラレバ娘はちょっとね、まあ、ミーハーっていうか、その時、まあ、漫画大賞にノミネートされてたから、まあ、読んでみようと思って読んだんですけどね、全部ね。これはちょっとね、どうしようかな。読むか読まないか、ちょっとまだ決めてないですけどね。まあ、こういう大賞を取ったら、やっぱりね、面白いから選ばれるのは、当然そうだと思いますしね。まあ、ノミネートされる時点でそうなんですけどね。まあ、少女漫画とはいえ、まだちょっとね、読むかはわかりません。ごめんなさい。で、最後のね、少年部門では、ノミネート作品、さっき最初に言いますと、永遠の消防隊、寄宿学校のジュリエット、小国のアルタイル、だがしかしという風になっております。これね、僕もね、まあ、永遠の消防隊も大好きですから、あと、だがしかしもね、何回か読んだことあるんですけど、そこは2つはね、知らないんですけども、まあ、この中でね、少年部門で賞を受賞したのは、小国のアルタイルでございます。これはね、僕ね、全く聞いたことなかったんですけど、月刊シリウスの方で連載してんかな。月刊やから、まあ月1か。まあそうなんですけど、まあ18巻まで出たんですよね。なんか本屋では見たことあるんですよ。で、なおかつ、すでにアニメ化も決定してるってことでね、わ、なかなかすげえなと思ってね。まあ18巻、月刊の18巻ってね、多分5年近くは連載してんじゃんかなと思ってね。いやー、少年部門、少年漫画やったら、ちょっとな、読もうかなと思ってますね。これはね、さすがに。まあ、さすがに18巻やとね、全部一気に買うのきついですけど、まあ、3冊ぐらい買ってね、どんな漫画なのかなっていうのも、まあ、読んでみようかなっていうのを、一応ね、今のところは考えてますね。まあ、個人的には永遠の消防隊、まあ、一番好きやったんでね、受賞してほしかったっていうのもあるけど、まあまあまあ、それはね、審査員の方々が選んだんでね、文句は言えないですけども、そのね、審査員の方々も、これ全員かな？全員かちょっとわかんないですけど、いや、これも方々もね、もう有名な方々ばっかりで、まあちょっとね、全員言うとあれなんですけど、浜津健先生と、まああのね、有給ホルダーのね、で、あと、クッキングパパの作者の上山土地先生と、で、あとは、グラゼニの作者でもある森高裕二先生などなど、もう本当に有名な作者さんばっかりでね、この方々が選んだんやからね、まあまあ間違いないとは思いますけどね。そこはもう、まあ永遠の消防隊選ばれんかったらちょっと残念やと思うんですけどね。まあこの、今言った方々も、それ以外の人も、もちろんね、まあ、審査されたんですけど、その先生、審査された先生方の、それぞれの選評っていうかね、評価っていうのをね、ここにもまた載ってるんですよ、こういうふうにね。これもね、読んでても、
はすっごい説得力あるし、まあ、なおかつもちろんファブルのことにも触れてるわけですから、そこだけでも読んでも、うわ、すっげえ分かってらっしゃるっていうか、うわ、分かる、そこが面白いんだよなっていうふうにね、もう共感したくなる部分もね、めちゃくちゃあるんですよ、ここね。で、なおかつ、まあ、受賞された先生方の、お言葉もね、こういうふうにね、書いてありまして、まあ、こちらファブルの南克久先生のもね、1ページ分書いてありますしね。これもね、まあ、もう特にファブルの、まあ、南先生のもね、もう本当にね、ちょっと泣ける話にもなってるようにも僕にも感じましたしね。ここはもう本当にね、今週号のこの部分たまらんだと思いましたね。だからもうこれでね、まあもちろんね、P と JK も、あ、ポリスと JK かな。ポリスと JK も、小国のアルタイルも、もちろんファブルもね、こういうふうに載ったってことはね、まあもっとね、知られてくんちゃうかなと思ってね。ツイッターの方とかやったら多分もう載ってるんじゃないかなと思うんですけど、わあ、これでね、選ばれるっていうのはね、すごくね、名誉なことだとも思ってますね。特に僕が大好きなファブルが、一般の部門で受賞したってことでね、それだけでもね、めちゃくちゃ嬉しいです。なおかつさっきの選評のところでもね、まあ、ちょっとじゃあ代表して言いますと、まあ、赤松先生は、一般部門のザ・ファブルの面白さが際立ち、全会一致で決定となりましたって、ここ聞いてるだけのね、うわ、すげえわ、やっぱりな。なんでこんなにまだ知られてねえんだ、世にはって思ってね。これ、ここ読んでるだけでもね、ベタ褒めされてるだけでもめちゃくちゃ嬉しいですね。やっぱりね。で、まあ今回41回ってことでね、やっぱり結構ね、歴史、まあちょっと歴史名誉ある由緒正しい、まあ大会だったっていうか、そう言ってもね、おかしくないと思いますし、まあ結構歴史もあるってことでね、まあ今後もちろんあると思うんでね、もちろんそこもね、僕の方でもまあ注目したいと思いますし、まあ今回選ばれた小国のアルタイルとか、ポリスと JK とかもね、ちょっと僕の頭の中では多分ね、ずっと残ってると思うんでね、まあ機会があれば、この2つもね、一回読んでみようかなとは思ってますね。今回も一応ね、こういうふうにね、講談社漫画大賞受賞発表っていう記事をね、ちょっとピックアップさせていただいたんですが、まあこれは普段まあ感想とかももちろんね、やりたいっていうのもあるんですけど、もう取り上げないといけないと思うんですよね。こういうところでね、まあ情報っていうのもあるし、まあ今回もファブルの凄さが際立ってたっていうのもあるしね、さっき言った小国のアルタイルとか、ポリスと JK とかも、まあ知らなかった人ももしかしたらいるかもしれないんでね、こういう風に出していけば、まあ世にも伝わっていくと思いますしね、これはだから僕的にも伝えたいという気持ち、まあそれは、正直、ただ単にな個人的感情でしか動いてないっていうか、まあ自己中なところですけど、まあ皆さんに知っていただくってことで、まあこの作品もどんどん売れていくと思うんでね、それもそれでまあ、一石二鳥だと思ってるんで、まあ今回こういうふうに発表させていただきました。もちろんね、こういうふうになんかね、大賞とか作品が、まあ個別にノミネなんか、載ってたりする時もあると思うんで、まあその時もね、ところどころ、紹介していこうと思いますんで、まあ今後もよろしくお願いいたします。本日もご視聴誠にありがとうございました。チャンネル登録と Twitter のフォローもどうぞよろしくお願いいたします。それでは、バーイ。